にちは。田村ビルズの会社説明動画をご覧いただきありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、会社の説明をする前にまずは自己紹介の方からさせていただきたいと思います。まずは私から、不動産事業部2年目の岡野優太と申します。よろしくお願いいたします。では順番に西島さんの方からお願いします。はい、環境部門の、入社6年目になります西村と言います。本日はよろしくお願いします。入社2年目不動産事業部に所属しております吉岡と申します。よろしくお願いいたします。代表の田村です。よろしくお願いします。はい、ということで本日はこの4名で、説明の方をさせていただきたいと思います。ではですね、今の各事業部の話がありましたので、それぞれの事業部の説明の方順番に、西島さんの方からお願いします。はい、環境事業部では、主にリサイクルをメインにした、事業をやっております。建設工事から発生する木くずであったり、処理の難しい石膏ボード、そちらの方も、当社の方でリサイクルをさせていただいてというです。特に、県内ではリサイクル率ナンバーワンということを、強みにさせていただいております。以上です。吉岡さん、はい、お願いします。私は不動産事業部でお家を売りたいという方と買いたいという方、双方に立ってお手伝いをしています。土地、戸建て、マンション等いろんな種類の不動産を取り扱ってまして、中古住宅を購入された方には合わせてリフォームの提案もさせていただいております。はい、以上です。はい、で、今リフォームという話があったんですけども、私の方は買取専門店としまして、今度はリノベーションですね、リノベーションの方をさせていただいてます。世の中にこうたくさんある空き家ですけども、そういった空き家の方をうちで会社として買い取らせていただいて、リノベーションをかけて蘇らせた上で再販売をすると、そういった、お仕事をさせていただいております。あとですね、うちの方は他にも事業の方をいくつかちょっとさせていただいておりますので、それをちょっと社長の方からお願いします。はい、当社は5つの事業部門がありまして、そのうち足場の工事業というものもメインでやっております。これは家を建てるときに職人さんが作業しやすく、するために家の周りにです、鉄のパイプを組み上げていって足場を作るという、そういう仕事になります。それともう一つ、家の、新築、そしてリフォームというものをショールームとかリフォームスタジオという名称で、3店舗ぐらいそういう場所を設けて新築リフォームの事業を行っております。ここからの会話でいいですね。緊張すんな。じゃあそれでは皆さん乾杯。乾杯。乾杯。カマラが飲んでいたりとか面白い。面白い。